学生さん？実習か？彼を見た瞬間、2年前の記憶が蘇りました。肺炎で入院の足立さん、奥さんを亡くしてから悲嘆的な言葉が多く見られるようになりました。ある日面会したお孫さんが、亡くなる順番を守らないとおばあちゃんに怒られるよと声かけをすると、足立さんは静かに微笑み、まとう空気が和らぎました。その1ヶ月後、足立さんは奥さんのもとへ旅立っていかれました。あの時聞いた死の捉え方はとても新鮮で、優しくて久しぶりに見た彼は変わらない印象で、素敵な看護師になるんだろうと感じました。今年発表された看護師と看護学生を対象とした研究では、なんと約半数の学生と看護師が看護を目指した理由は他人や家族に良い影響を与えたいためと回答しました。しかしその他の研究では、低賃金で地位が低いという世間の認識が看護師を職業として選択することを大きく妨げていると報告しています。これらのことから、今の労働環境の改善が未来の看護師を増やすことにつながるのかもしれません。臨床で働いていると、自分はなぜ看護師を目指したんだろうと忘れてしまう瞬間がありますね。あなたはなぜ看護師になりましたか？皆さんの体験もコメントで教えてください。あなたの体験が人を救う。ナースマンガ大賞2024。